フェルナンドエセキエル・カベナギはアルゼンチン・ブエノス・アイレス州オブリエン出身の元同国代表、サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。12歳で CA リーベルプレートの下部組織に入団。その下部リーグで得点を量産していたことから2001年にラモンディアス監督の目に留まりトップチームでのデビューを果たす。二千一から零二シーズン開幕戦でゴールを挙げると アリエル・オルテが、アンドレス・ダレッサンドロラの協力メンバーらと一緒に、ゴールを量産、通算30回目のリーグ優勝に貢献し、自身も15ゴールを記録、18歳で、得点王を獲得した。2002から03シーズンも12ゴールを記録し、チームも優勝を飾る。ユベントス FC、AAS ・ローマ、マンチェスター・ユナイテッド FC、FC ・バルセロナ、オリンピック・マルセイユ、 A.S. モナコなどが獲得に乗り出すが、2004年にロシアの FC スパルタクモスクワへ、ロシア史上最高額の移籍金で移籍。ロシアでは、気候の問題や監督と反りが合わないなど本領を発揮するには至らず、在籍3年間で62試合、17ゴールの成績に終わり、2007年1月22日に FC ジロンダンボルドーに完全移籍した。 ボルドー移籍直後は途中出場が多く、2007から08シーズンは開幕前に恥骨部分の痛め手術を行ったために2ヶ月、間出遅れてしまう。その間に、レンジャーズ FC に移籍したジャンクロード・ダル・シュビーユの穴を埋めるために獲得したダビド・ベリオンがゴールを量産。そのため復帰後もカップ専用員になるなど影が薄れたが、シーズン後半より、 アフリカネーションズカップ出場のためマルアーヌ・シャマフが不在になるなどして出場機会が増加。起用に応えハイペースでゴールを量産しチームのリーグ2位の原動力となった。2008から09シーズンはチームトップタイの13ゴールを記録しチームの10シーズンぶりのリーグ優勝に貢献した。2009から10シーズンはローラン・ブラン監督がシャマフを1トップとする布陣を 取ったため出場試合数が減少し、リーグ戦20試合の出場で3ゴールと結果を残せなかった。2010年夏、RCD マヨルカにレンタル移籍した。2011年にプリメーラビーナシオナルに降格したフルスリーベルプレートへ復帰し19得点を挙げ、一部昇格に貢献した。2016年12月27日、 膝の故障を理由に現役を引退することを表明した。2003年に行われた FIFA フフワールドユース選手権では7試合に出場して4得点を記録し、チームは4位に入賞した。非公式戦ながら2004年12月29日に行われたカタルーニャ選抜との練習試合でアルゼンチン代表初出場を果たし、2008年3月に ボルドーでの活躍が認められアルゼンチン代表に初、招集されると2008年3月26日のエジプトとの親善試合で国際 A マッチ初出場を記録した。ありがとうございます。